こんにちは、ウエストランド河本です。助っ人関西人です。いやいや、名前言わんと。猫に鈴山源です。お願いします。いやーね、はい、井口くんが体調不良ということで、はい、代わりにね、助っ人として来させていただきました。ありがとうございます。すいません、本当に。最初モフォモフォモフォってなってたけど、やらないです、いつも井口から喋り出す。だいぶ余裕の感じで10秒前になってんのに、なんか話先回してたよ。眼科の話、なんで眼科行ったんすかとかスタッフさんに聞いてたよ。そんな感じって言ってないよ、ま、気になっただけで。余計そうなってる風に見えたわ、あんなモフォモフォ。緊張感持ってやってよ、はい、井口くんおらんからって。そうですね、やめてよ。体調不良で。体調不良ですからね、2回目ですから。そうですね、はい、5年前ね、これ、2018年2月8日302回以来。あの時もね、体調不良で。そう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 、休んだ時に助っ人で来てもらってね、はい、壊さんね、体調強いんですよね、なんか、ね、強いなぁ。僕の方が体弱いんですけどね。いや、強いっていう話やね、うん、今強いって言ってるから。あのヘルペスとかやろ。そう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 、緊張してこうわーって M1 で追い詰められた時ヘルペスいっぱいできたりとか。そうそう、意外とね、体調崩したりするのは僕の方なんですけどね。しっかりしっかり出るよね、井口くんね。でもあいつはね、で井口くんとやってみたいって思うけどな。なんかいつもこうドキドキしてくんのよ。うん、これ井口くんのこと見たい人ばっかりちゃうの。俺いつもなんかそういう目で見てんねんけど、ソルジャーのこと。いやいや、そりゃそうでしょ。井口が従えてる、井口に調教された人たちみたいな、うん、井口ですからね、ウエストランドは。いや、あれもうはっきり言うんや。さすがに自覚はありますよ。あ、そう。こんだけやるとやっぱ、あ、俺は違うんだと。いやいやいや、チャンピオン、チャンピオンね、ついていったら。でもついていて、ついていい、素晴らしいよ。でもいけてんから。まあね、あいつと組んだっていう功績は買ってほしいですからね。先天の命、うん、先見の命、先見の命。助っ人関西人です。学はなかった。学はな、息って言うもんちゃうな、こういうの。俺ようあんねん、これ、ね、ふわふわふわって言うてもうて。わかります、僕もそっちのタイプです。やってもうたわ。いやあのさもう今日なんかこういろいろ考えてくるやん、はい、あのいろんなこと話そう、あ、もうふとしにはもうこれ言おうみたいな思ってきてんけど、はい、そのいや、もっとバーターで呼んでくれや、仕事とかって言おうって思ってきて、はい、息しなブチラジ聞きながら来てん、先週のやつ。あ、はい、8日休みやった。はい、おい、8頼まんと思ったわ、その冗談でも。8連休、1仕事2連休1仕事2連休2連休その後。え、それブチラジじゃないやんな。8連休ブチラジ2連休ちゃうやんな。8連休の間ブチラジは1回ありましたけど。あ、ブチラジはもう休みと換算してるんだ。あれは、はい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 、仕事とは考えてない。いや、それ井口くんはまだなんか聞けるけど、なんか嫌やな。井口くんが言うのはなんか聞けるわ。お前はもうなんかピシッとやってよ。やって、いやいや、もちろんこれにウェイトはだいぶ重きを置いてますけど、やっぱその片手間、片手間で。いやいや、そのな、なんなん、その両極端をすぐ言うってやつ。そういうけ、両極端すぐ言う。じゃあお笑いが分かんないから、そのガーンってなってんね、うん、シーソーがガンガンって。振りとかそのどういうスタンスとかもう全然分かんないですよ。でもいろんな仕事行くようになって、いろんな人に会うて、はい、やっぱりこう身に染みて感じてることとかあるやろ。ありますあります、やっぱりね、うん、才能の塊ですよ、あの芸能界の人たちって。いや、知ってんねん。努力でここまでいかない、分からんわけちゃうの。一応テレビ編集は力で見てるけど、ほーってなってるよ。あ、なってます、ね、うん、あの本当にね、努力ではどうにもならないです。やっぱ15年やろうが20年やろうがあのできんやつはできん。太いな、格言やな、うん、できんやつはできん、ま、できんやつ、うん、おー、努力では補えない、補えないか、この世界は。やっぱ芸能人っていうぐらいだから、うん、芸があってなんぼや、芸があって脳がある人が残っていくんですよ。だから淘汰されていくんですよ、僕は。じゃあその明日2連休うお
ちょっと頼む、井口関係ない、一番元気、家族家族で、家族で一番元気あんなちっちゃいお子さんおんのにあんな子たちより一番元気、汗だくで帰ってくる娘、え、それより元気、元気、確かにこの間あの高知行ってたやんか、行きました行きました、はい、でその日夜飲もうって言っててさ、はいはい、高知からびっくりするぐらい早起きたもんな、うん、元気すぎるよその40近いおじさんのスピードとは思われんぐらい、うん、空港で一杯引っ掛けて新宿行った、居酒屋入ってきて座るぐらいにメガジョッキレモンハレモンハイみたいに言ってたよなんか俺もフォファなってんなフワーなってたけどいやー ね、でもなんか先週の見てたら子さんがおらんくなってるみたいな言ってなかった、あーそうそうそう、だから入れ替わるんですよ結局僕らのファンってね、続かない、耐えられなくなってやめてくん、総特会みたいな、今もその時期あるある、優勝したから新しい方がいっぱい見てくれてる、多分ね、その優勝後にありがたいことに見てくれる方がね、その人工透析みたいにこう入れ替わる、いや例え悪いねなんでもう悪いことから始まんの人工透析、もっと新たに始まれよ、なんでもブチラジが人工透析でそのなんかなんで疾患例えやねんこれがお前らのホームやろホームボロボロやないかい井口がおらんとやっぱね回らん、回らない、回らない、山源さんにもうおんぶり抱っこですから今週は、いや俺もバタバタしてる今も、いやでももうあんまり僕のこともだから知らない人も多いと思う、そうですね、うん、だから M1 GO に聞いてくれてる人いますから、ね、猫に鈴っていうね、タイタンの同じ事務所でね、後から入ってきたけど先輩っていう、ね、ややこしいのよね、うんうん、これが元ね大阪吉本のスーパーエリートでしたからね、うん、山源さんはもうなんかファンだったんです、あん時は聞けたけど、うん、もう優勝してるやん、なんかムカつくな、うん、昔からよ、しょうがないの、昔からでもその例えその言葉の言い回しで人に説明してくれてて、うん、あの時はなんかほんほんみたいになってて、あほんまあちゃうけどなとか言うてるけどまんざらでもなかったんけど、うん、今日本一の漫才師やろムカつくなしょうがないが優勝する気なかったもん俺は、あれすごいってすごいって、それでもやっぱ井口すごいって、井口すごいんですよ、お前みたいなこう重たいのこう持って山頂まで、すごいわ、ピンネタで M1 優勝したやつそうやな、うん、ピンネタで M1 取るやつすごいあれピンネタな、ピンネタですよあれ誰がどう見てもすごいな、ノーボケですからね、ノーボケノーツッコミですから、ね、ノーボケのでもノー邪魔しやったよ、邪魔もせんかったよ、邪魔もしたした、ネタ飛ばした人くだり、また、うん、まあでもご愛嬌よね、昨日でもあいつ飛ばしたけどな、いやだからもう昨日から体調悪かったよ分かりやすいやん、ネタ飛んでるなってなったら大丈夫かって、風邪とかひいてないかって、うん、すぐ注意できるから、案の定見張っといてたから、うん、立野さんも体調不良でしょ、立野さんあの相方ね、猫に鈴の、立野さんも体調不良で今日はほんまライブやってんけど、はい、このはぐれた者同士が今そうですね、やってますから、お互い歩くスピードが遅いけん蚊にめちゃくちゃ噛まれてる、知らんのよ急ハンドル焦りの急ハンドルか知らんけど、こいつお前なんでそんなヤブの方入っていくねん、蚊多い方入っていくな、そんな、いや道ですよ、分かってんねん、話の例えやねん、あーそっか、うん、何やねん、あなたつわ、吉田がまた来てくるって今週も、お前いよいよ意味ないよ、うん、もう井口もなんよ、吉田は何しに来てんの、なんか3週前ぐらいから、うん、見学っつって、うん、それ一発目は小林さんに、うん、見学していけって言われて来てて、はあはあ、その後、うん、また来て、うん、で今日井口おらんのに来て、また珍しい、井口おらんのに、いや見学ですから、それは偉いな、不器用ですからみたいに言うなよ、言ってないですよまだまだ太志を知らんな、その熱量で返しも意味ないで、まっすぐツッコミを返してもニーって笑うだけやで打っても響かないお前ぐらいでまだこの熱量で返してくれまだまだ新鮮やな、だからな、押田とかもう無視だけどな、うん、シティホテル3号室のねシシシシシヘムヘムみたいなって思ったチャンプが噛んでその後そのまま行ってヘムヘムなっとるから
シティホテルって言おうとして。シシシシシティホテル。あのね、その山源さんです。うん、はい、あのガスマスクガール。まだ続いてた。覚えてないよ。そうそうそう、ガスマスクガールっていう ね、前はね、昔はコンビニ。見取り図ともう、あの、二大巨頭のね、大阪。まあ一緒にね、見取り図とは。新喜劇の同期でね。若手ですからね。やってて、上京してから、事務所行くとこないってなって、まあまあ上京して猫にするというのを組んで、で立野は井口くんとむちゃくちゃ仲良くて、うん、よう遊んでて ね、もう十何年前、11年前ぐらい、ね、ぐらいですね。で僕はこっち上京してきて友達いなくて、ですぐ仲良くなったよね。そうですね、うん、割と中野のね、あの商店街で出会ったんですよ、うん、ベロベロに酔っ払ったふとしか前からこないして歩いてきて、でその前をね、あの三四郎の相田さんがねと一緒に僕が飲んで、ね、飲んでてね、はい、で相田さんは知ってたから、あー相田さんありがとうございますみたいなやったら、おー山源みたいなんで喋ってたら、ふとしが間入ってきてバーッと俺のムラグラ掴んで、貴様飲み連れてけよみたいな、社交辞令じゃないけんな、ファンやったんじゃって言ってDVD 持ってましたからね、見取り図と出したやつな、はい、昔なお初なで、俺はなんか変なやつやなと思って、でもこんなん言ってくれるやつおらん、友達おらんしと思って飲み誘ったら、本当に誘ってくれてね、すぐ誘ってんな、はい、次の日ぐらいとかにな、うん、ほんならもうめちゃくちゃ敬語で、あ、ちょっとすいません、あの大丈夫ですって言って、その誘いをシラフになって、あ、ちょっと大丈夫、すいません、無理かもしれないです、あ、もう A からもう行きましょう、俺も敬語やって最初分からん、そうか、行きましょう、はい言うて、来たら来たで、あの高円寺で待ち合わせしてな、はい、さっきに改札の外で待ってくれてて、俺が高円寺の改札出ようっていう、もう俺が見えかかったぐらいから頭下げて、改札できるまで頭下げてたもんなすっごい礼儀正しかったな、うん、飲みに行ったら大リスペクトしてましたからね。でこう芸歴をね、もう、うん、こうなんかこうちゃんと比べてというか、どっちが長いことやってるってなったら、俺の方が1年か2年か長いみたいな、2個上だった、2個長いってなって、あ、じゃあ先輩後輩として遊びましょうみたいになって、仲いいのがもう今日まで至るというね。毎日飲んでました、ね、毎日飲んでたね、山源さん家でね。そう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 、東中野のね、あの高佐さんと同じマンションね、ギースの。そう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 、ギースの高佐さんのね、おう、俺だからそのマンションのエントランスみたいなところで会うから喋るようになったもん、高佐さんとライブとか一緒になったことない当時ね。そう、当時はな、それでだから井口くんと仲いいし、立野はで、俺はふとし仲いいから、タイタン来ませんかみたいなのを声かけてくれて、うん、その時オーディションやったからね。そうですね、あの養成所とかじゃなくて学校なかった、うん、はいはい、でオーディションで勝ったらっていうか、選ばれたらライブ出れるみたいなね、うん、でそれでタイタンに入ったというね。そうですね、仲良くやらせていただいてます。こうやってね呼んでいただきまして、はい、お願いします。お願いします、どうですか、ラジコンばっかりやってるんやって何そう、カタカタなカタカチカチでカチカチカタカタって顎の方の表現やからカタカタの方やから、なんかすごい、なんか暇やったからラジコンやってたみたいな、はい、暇すぎてもうラジコン壊れたけんな聞いたよ選手あ、そうか、でそれ、ね、娘とかとやるの、一人です。娘には触らせません高級品でもお父さんってでもそんなんやったな、うん、あ、普通なんかもしれん、お父さんってそんなんやったな、お父さんそんなん大事にしてるおもちゃとか触らせてくれへん、子供に触らせないですよ、やっぱり。どこでやってんの、まあ公園とか、うん、まあ家の中でやると怒られる、そらそうやって嫁に怒られる、お父さんそんせえへんかったもん家の中では家の中、いやめちゃくちゃ早いんですよ俺のラジコン馬力エグい、お前男の子やな目キラキラやんけ、もう早いでお前、すっごいテンション上がってるやん、壁に激突したりとかドアに激突したりして、今もうガリガリになって壁とか、壁がめちゃくちゃ怒られて、自分で直せるからええやそのスキルもあるやん、自分で直した、直したんや、直す時間あるもんなラジコンで自分の家壊して自分の家直したなんなんそのスクラップ&ビルド珍しいスクラップ&ビルド何
でキャンプも行けましたし、やっとキャンプね、キャンプ優勝以来の、はい、楽しかったですね。まあ、もう優勝以来、優勝以来、いや、で泊まりはなかったんですよね。なるほどなるほど、行ったりしてましたけども、うん、泊まりは優勝以来でしたね。それ一人で、あのインスタントジョンソンの杉さんと杉さんも相手張ったんです、その日、はい、と行ったのと、うん、純一ダビッドソンさんと行ったの。あ、2回行けたんや。2回行けた、両方泊まりで2泊、はい。めっちゃいいよ。でラジコンして、ヒロシさんと。お前なんか分からんけど、お前羨ましいな、うん、めっちゃいいな、うん。で最後の2日は家族旅行して、うん、ちょっと待って、めっちゃ羨ましい。いいでしょ。パンパンに幸せが詰まった8日やん。何をそのすっからかんでみたいになってたん。8連休全部もうスケジュール入れて、スケジュールパンパンにして、爪で、うん、どこ行ったん、キャンプは。キャンプはね、山梨と静岡、うん、杉さんが静岡に住んでるんですよ。そうなん、はい。杉さんのところに、静岡に、はい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 、海泊まって、はあ、なんか良かれと思って配信したら、なんか配信中に寝ちゃって、うん、杉さんに起こされるっていう。なんかそれ聞いたわ。なんかね、 あったんですよ。なんか怒られて、嫁になんか怒られたっていうのだけ聞いたわ。めちゃくちゃ怒られて、なんか、まあでもらしいっちゃらしいもんな、うん、まだまだ楽しいは続くからな。こんなとこでへこんでられへんな。そうですね、うん、明日も2連休あるから、どこ行こうかな、どこ行こうかな。楽しいっすよ。楽しいな、わー、よかった、優勝して。よかった、本当によかった。楽しい時間が来て、はい。はい、それでは、そろそろ行きましょう。ウエストランドのブチラジ。今日のブチラジ、まずはこのコーナーからです。2代目森泉、はい、普段内装業をしている河本が、もうしてないですけどね、皆さんの疑問や お悩みを内装屋の視点で真面目に回答するコーナーです。はい、はい、それでは行きましょう。お願いします。ブチラジネーム、コチョウラン姉。初めて お便りを送らせていただきます。ありがとうございます。いきなりですが、部屋の天井にカビが生え続けて困っています。あら、最初は一辺の部分に生え始め、今では完全に一辺に広がり、さらに最近もう一辺にも広がり始めました。あらあら。日中は窓を開けていますし、加湿器もつけていません。なぜこんなにもカビが生えるのでしょうか。対策できる方法はありますか。天井ということで掃除の方法も分からず放置しており、非常に困っております。ぜひ2代目のお知恵をお貸しいただきたいです。よろしくお願いします。はい、はい、これはカビですよ、ね、深刻やね。賃貸住宅で上の階とかから、うん、これ本当に最悪水漏れしてる可能性とかもありますからね。これ、ああ、なるほどな、はい、うんうん、これはもう素人はもう無理です、直すのは。あ、もう業者に言うしかない。業者に言うしかないですね。この人ができることはもうないの。ないです、ないです。業者にすぐ電話してください。天井を開けて見てもらって、うん、カビの原因を突き止めないと、これ壁紙を張り替えただけじゃ同じことになります。またそれの繰り返しになるから、はい、原因を、根本的な解決が必要になる。だからちょっと情報が少ないんですけど、戸建てだったら多いよ、多かったよ、結構長文読んだと思ったけど。いやいや、でも戸建てか、その賃貸住宅で上の階があるのか。なるほど、その建物の形態が必要なんで分からないので、もしね、マンションとかだったら上の階でもしかしたら水漏れされ、うん、してるとか、戸建てならその2階に何か原因があるですとか、上の階にね、上の階でなんか、うん、例えば水回りの下の部屋だったりとかすると、うん、もしかしたら水漏れしてる可能性がある。でもまあどっちにしろ、まあ戸建てで、戸建てやろうがマンションやろうが業者に電話。もうそうですね、素人じゃそれのみ、はい、はい、じゃあ電話してください。はい、ありがとうございます。はい、続いていきたいと思います。こんなコーナーなの。こんなコーナーなの。あ、真面目に。はい、わかりました。ボケたら怒られる。あ、わかりました。ブチラジネーム、キャベジン激辛ハバネロ味。あ、それ。改修工事の現場に配属されて、現地調査で、こんな躯体、何やねん躯体って。何、躯体、躯体、むずいの。外の箱のこと。
外の箱ってない建物の要は側あ建物の側を躯体っていうの、はい、躯体や配管の収まりを確認するためスケールにて寸法を測ることが多いのですが、かなり細心の注意を払っているのに10回に1回ぐらいの頻度でスケールを戻すときに手を切ります。軍手すればいいじゃんって思ってらっしゃるかと思いますが邪魔くさいんですよね。 AI とかがこれだけ騒がれているのになんかいい製品あったら教えてください。スケールスケールあの巻き尺なんていうか、あのパギあの長すぎた時パギってやつ、あそうそう、あシュンって戻る、あの怖いやつな、あ、そうそうそう、あれをスケールっていうんですか。はい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 、僕も手切りますねよく。切るんかい。いや切らんなんかないの、そのそのこれは意外と横優しなってて切らないんですみたいな。だからええやつほど切る。なんじゃその製品。なんじゃそれ。でかなってくから5メートルとかの。切ってこと？俺これでちょっと切ってみたいな。いやいや、その恥ずかしいことすごい。あ、そうなの。一番あのバカにされる大地さんとか。ああ、現場で手切ってるやつが。しゃあないだーってなって、むちゃくちゃ笑われる、そんなことしたら。結構切れるんちゃうの？うん。だ5メートルぐらい測った時に戻す時は危ない、本当に。気つけるだけ、うん、多分この人躯体とか配管測るってことは相当なメートル数を測ってるわけですよ。多分3メートルとか4メートルとか、ま、家の外の箱を測ってるわけよ、はい、だそれ戻す時のスケールはえぐい威力が。それスケールしかないの？レーザーとかありますけどね本当は。レーザー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 で距離測るやつ、こんぐらいの。ええやんそれ。でもね、そのミリ単位ってなるとちょっと正確さには欠けるか。ミリいる？躯体。うん。知らんけどいるな、いる顔してたな、ごめんごめん、めっちゃいる。うんやったな。だからその壁紙の平米測るときとかはそのレーザー距離計っていうやつで測って大体の平米を測るんですよ、うん、で見積もり出す、うんうん、この壁張り替えたなんぼですって、うん、10平米なんぼみたいな、うん、そういう時はいいんですけど、うん、多分その躯体で配管とかの収まりを確認するんだったら多分ミリでいかんといけんけん、うん、やっぱどうしてもそのアナログなスケール。なるほどな。でいいスケールは知らん、手切らない、スケールは分からない。いやあると思いますよ多分。田島とかね。あ、田島とかのねスケール、田島っていうスケールのメーカー、メーカーがあるで、ケーキのメーカーがね。ケーキのメーカー、ケーキ、ケーキ、あのケー測るのケーキメーカー。ごめんごめん、ほんまにもうど真ん中の間違いしてた。あ、食べるケーキ、あー、もう全然ケーキと思って意味わからん。ケーキにメーカーって言わん、切るかと思った。ケーキも切れそうやん。ああまあね。ここはあのパキってパチって止めれず、こうやってケーキ切れそうやん、スケールで。新しい使い方、うん、なんかいけそうやん、うん、なんかブレなさそうやん。いけるな、いけそうやん。そうやったら住み壺の方がええわ。何住み壺っていっぱいあるやん現場に。あの住みを、それ絶対昔からあるやん、名前的に、うん、昔からある。もう今もう変わってない。パーンってやって線つけるやつ。そう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 、あれ住み壺って言うん。あれ住み壺、あー勉強なるわ意外と。あれをあれ住み出しするんですよ。あ、なるほど。あのスケルトンの現場行って、うん、あの面白現場、ここに面白現場、違う違う面白現場、いやここにやったんかいとか言って、違う違う、スケルトンっていうのはその何にもない状態のテナントね、にそのここに壁が来ます、うん、ここに排水を出しますとかを、はい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 、設計図通りに、そうそうそう、あれを一人で住み出すときはこっちにあの消火器とか置いてね、うん、でヒート引っ張ってこうやってパーン。いやそれは俺も置けるよ別に、うん、なんか置いてやらなあかんで、消火器あったら消火器置くよ。そう、それもシューって戻ってくるから。え、炭壺も切る、うん、炭壺針ついてるから。炭壺危なっ、先っちょに炭壺針刃もついてんの。昔はだからベニヤとかにグッて刺したり。あ、なるほどな。昔今もか、危ないの多いな。バーンってくる、気ぃつけ、トーンって刺さったことある、ここに。あかん、炭壺の先っちょが。初めてちゃう芸人でこんな話してるのすごいな。気ぃつけてください。はい、はい、じゃあ、はい、ということでございまして、以上2代目森泉でした。はい、続いては特別企画、ののしり先生をやってみたパート2。5年前に行った企画、ののしり先生こと井口くんに代わり、皆さんの失敗を即興でののしることで、その失敗をチャラにしてあげようというコーナーです。やったな、5年前。やりましたね。いや、やったやった、面白かった。
いやでもなんかさっき聞いたらええ加減せえとかだけ言ってたって言ってたからミルクがね、うん、ミルクがさっき言ってたから。いやでも俺最近マジでネタに立てのにめっちゃ怒るネタやってるから。ああそうですね、キレてるよテイスト的に、ね、ランジャタイのブチギレ王選手権も出てるし、優勝優勝してない。あ、言っちゃいけんの、もう流れ、もう流れ、あ危ね、優勝もしてないし、ほんで間違って間違ってるから別に言ってもいいやつから、ご情報やから優勝してません、優勝してませんでしたっけ、出させていただいてるっていうね、すごかったですよね、あれね、面白かった。あの時はより俺パワーアップしてるよ、はい、ブチ切れいきますよ、ブチラジネームカービィ 13% ん、少ないの先日我が家からドアトゥードアで2分だった鳥貴族が閉店しました。うるさいねドアトゥードアが潰れとけんなもん。私は料理が苦手で特に夏は3日に1回くらい行っていたので非常に困惑しています。多いって店員も引いてるわ3日に1回取り引くロードな多いな引くわそんな。今年の夏は毎日夕食を作らないといけないのか、うん、考えただけでお腹が痛くなり憂鬱すぎます。なんでそんな嫌やねん食いたいやったら作らんかい。あと取引だけちゃうからな外食確かに鳥なんかどこでも食えるやねん。鳥貴族が入っていた跡地はまだ空いています、うん、もう一度鳥貴族が入ってくれないか毎日お空にお願いしています。頭おかしいやん、そのなんで取引潰れて取引できんのそんなわけないやん、フランチャイズやったんか前俺最近明大前に松屋上にあって下のスーパー潰れたと思ったら松屋できてんのマジやでもうびっくりしてんから昨日歩いてて上に松屋あんのに下松屋なってんだよ。えどういう意味ってなって、その前吉野家あんねんで、えほんまにこっからここぐらいの道幅でひしめきやってんねん牛丼がえ下松屋上松屋どういう意味、意味わからんかった。松屋や松屋って言うの松屋でってなって2階建ての松屋ってことじゃない、わからんねん、そのいきなり入る、2階に松屋ありましたよね、2階に、そうそうそう、あの下にスーパーあったんが あれが松屋が入ってるから新しい松屋、こわだもしかしたらあるかもなそうっすね、うん、ゼロじゃないわ、ゼロじゃないかも、あるかも、すごいな、すごい、びっくりした俺、すごいっすねそれ、うん、あの松屋でしょ2階の松屋、そうそうあの松屋行ったことある、知ってんの、うん、行ったことある、知ってんの、のちりこわしの絵って行けや、明大前分かったてブチラジネーム虚無なんじゃその名前寂しいの、野の尻先生、河本さん、スタッフの皆さんこんにちは。私は知らないそれは、私は就活が嫌すぎて毎日 TikTok を見て現実逃避をしています。一番無駄な時間や、あれ一生見てまうからすぐ閉じろ。でもそこで流れてくる謎の美女の動画やキラキラ集団が踊る動画を見ていると自分がしょうもない存在に思えてきて暗い気持ちになってしまいますみんなって余計に、いやもうエロい気持ちだけで折れって、それパンパンでええねんあんなもんそこでそれらの動画に遭遇するたびに興味がないボタンを押し続けたところ、うん、草むらが映っているだけの動画や外国のご婦人が何かを延々と二人で喋っている動画おいおい、逆にそれ人見たことないてTikTok にそんな寂しいやつないやろ、ほんまかそれ。タイトルとコメントが全然知らない言語で書かれた何の動画かわからない動画が流れてくるようになり、ますますうんざりしています。いやほな見んのやめれるやろ何をまだ見続けれんの、何を待ってんねんお前。こちらは現実逃避しに来ているのになぜよくわからない動画を見なければならないのでしょうか。野の尻先生、どうか全く空気を読まない TikTok のアルゴリズムを罵って快適に現実逃避ができるようにしてください。いやお前やねんて、その TikTok あのエロいのを見てなんかちょっとニヤニヤしながら長時間過ぎてましたってやつやねん、 そういうもん、それ以外でやったらみんなって現実逃避あれ以外でできひんやったらやめとけTikTok お前に向いてへんやめろみんな、ほんまにやめろ、アンインストールして、ブチラジネームパンダカー仮面落ち、なんじゃその車落ちんなそんなに、野の尻先生、コンサースタッフの皆さん、こんにゃにゃちは、こんにゃにゃちはパンダカーと申します。パンダカーおい育ちええんかネームで読むから挨拶ええって大丈夫やって。私は生活リズムがぐっちゃぐちゃです。なぜ生活リズムがぐっちゃぐちゃなのかと申し上げますと、私は元来夜行性なのにもかかわらず週に何回か大学の予定がブッキングされるせいです。
なんて何何本来夜行性ってないねそもそも。お前が勝手にそっち行ったんやろ。親そんなつもりで子育てして変かったやろ。息吸うとこ変なんねんお前の。息足らんお前の分長いからなんかずっと聞いとかなあかんの。息吸うとこ変なんねん。今日は休みなので休みだったので18時に起きてしまいました。遅いの、むったな一日。明日は大学とやらがあるせいで7時半に起きなければいけません。どうしましょう。お前お部屋にめっちゃありがとうと大人になってから絶対言えよ。大学とやらて野呂尻先生、明日の朝私を起こしに来てください。もしくは私を退学させて大学という豚箱から私を解放してください。お前もうやめて働けほんまに。豚箱って言うな大学。何やお前、なんでお前も怒ってんねん。行かせてもらえるだけお前だよお前。何やねん豚箱って。僕なんかパンダが豚って言うて意味わからんねん。どうなってるねん。めちゃくちゃやん。動物いっぱい出てきて、ほんまに動物いっぱい出てきておらんからやってみてるやん。楽しそう、楽しそうやなってなってるやん。ちょっとやった、こっち楽しいな。でもなちょっと楽しい、以上ですか。はい、以上。はい、以上ののしり先生はやってみたでした。はい、ありがとうございます。エンディングでございます。はい、はい、どうでした。いや、あっちゅう間ですよそりゃ。そうですね、はい、30分。いや、楽しかったですね。はい、よかった。いや、俺いつも不安ないよほんまに。ふとしと二人で喋るの。はい、わかります。嫌ですね。なんかふとしに言われるのは嫌やねん。いや、僕もだからその、うん、なんかね、うん、昔タイタンライブレアっていう事務所ライブの MC アンダーフォーティーよ。アンダーフォーティーか。昔あったライブなんですけどね。一緒に MC やらしてもらった時にご好意でね、裏方さんの。俺はもうその時毎日飲んでましたから一緒に。毎日飲んでたね。何にも怖いことない、うん、もう山際さんに任せとけば安心。なんなら相乗効果でバカウケするじゃないかと思ってやったらもう大滑りして嘘のように滑ってな、うん、何をやってももう無理みたいな状態。そう、なんか僕もなんかだからその変な空回りしてね、声小さいで滑ってるからどんどん声大きい。最悪のバランスだってなんでこんなにウケんのんだろうって言ってしもうて、そのまんま。で俺もおいぐらいだよな。そうだよ、ね、おいみたいな。全然うまくいかなかった。あれ地獄やったからな。地獄です、ね、あれをやっぱ思い出すのよ。あれを思い出すだから言い戒めになってんねん。そう、うん、やっぱ仲ええだけじゃあかんって思ったな、ね、あれからだからしばらく飲まんかったしな。そうそう、飲んでもなんかお互いなんかしようとかしてたよな、うん、全然だから飲み楽しくない時間あったもんな。あった。なんかをやってやろうみたいな、エピソードを作ってやろうみたいな。なんかね、もっと言うとあの日は飲まずに帰りましたからね。あれ中華もりもり食べて帰って帰った。死の危険を感じてからもういっぱい食べなと思って大盛りでしんどい。食った食った食ったな、うん、ラーメンとチャーハン、ラーメンとチャーハン食べて帰ったな。ありましたね。いや、よかった。いや、だからね、うん、怖い僕も怖かったです。やっぱりその山毛さんに頼り切ったらダメだなと思って、うん、でもちょっと薄れてきたよね、あの記憶も、ね、なんかいいのを重ねて、はい、言ってるね、うん、あれが良かった、良かったですね。あれがいい戒めになって、やっぱそのね、うん、仲いいだけじゃダメだ。いや、そうね、ほんまにちゃんと分かってるからな、うん、本当に同じことだけど、もう大ちゃんが何回も言おう。そう、仲いいだけじゃダメです、ほんとに。さんもそのやっぱスキルがある人を僕がダメにしてしまったっていうその負い目もありましたしね。やっぱなんかこう、あげられたら今ムカつくな。なんであげるのやめてほしいな。あげてはない、そう、本当にそう思ってますからね、僕は。ほんま、うん、ありがとう。ムカつくな。怒られそう。よかったのか、今の。いや、よかった。よかったですか。よかった、よかった。はい、ということでございまして、はい、ブチラジは YouTube と Podcast と、audiobook.co.jp の聞き放題プランで配信しています。はい、YouTube でご覧の方は高評価ボタンをお願いいたします。お願いします。今回のオーディオブック特別編ではそんなことありますを行います。そんなことありますと言ってしまうような嘘のような本当の話を紹介します。はい、それではネコリスズ山源とウエストランド河本でした。ありがとうございました。人の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。人の幸せってにくいじゃないですか。ひがみ。人の幸せってにくいじゃないですか。ひがみ。